はい、どうも皆さんおはようございます。さあ本日は6月の9日、あれ6月の9日じゃないかも、6月、あ、合ってましたね。はい、6月の9日、今おりますのは仙台市地下鉄の北の終着駅泉中央駅です。まあ今日なんですけども、今週の土日ですか、この森の都仙台にて東北絆祭りという、まあ1年に1回と言ったら変なんですけども、まあちょっとね、盛大なイベントが開催されておりまして、まあ簡単に紹介するとどういうものなのかと言いますと、まあ東北6県の、まあ特にまあ有名なお祭りですか、仙台だったら七夕祭りなのかな、で青森県だったらねぶたで、秋田だったら竿燈、山形は花笠祭りで、盛岡と福島、あれ何だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけども、まあそのお祭りの関係で本日この仙台市地下鉄、東西線、そしてこの南北線は共に増発されておりますので、まあ、その様子をね簡単にお届けしていけたらと思っております。まあ、普段でしたらこのね土曜日曜というのはだいたいこの地下鉄ですか、今ねここに止まっているんですけども、だいたい地下鉄ね、あの10分に1本の間隔なんですよ。まあね、その方がある程度覚えやすいというところもあるんですけども、本日はつい先ほどかな、なんかだいたいね10時半ぐらいですか、この泉町駅を出発する便に関してはなんと5分間隔で運転していくということですので、まあ、今日はちょっと江東台公園とかね、広瀬通りぐらいまで、はい、さっきでちょっと移動してきたんですけども、はい、これからまた戻りたいと思いますので、よろしくお願いします。で、この仙台市地下鉄の終点、泉中央駅は、まあ、島式ホームがね、その、あ、もう来るんだな。島式ホーム1面2線の作りをしております。当駅が終点ですからね、このまま入線したら再び折り返しの運転になると。仙台市地下鉄はね、今走っているのは全部線形と言ったらいいのかな、それとも N 線形と言ったらいいんでしょうか、全部同じ車両が運転しているんですけども、なんかね、ところどころたまにあの新型の3000系のね試運転の、まあ、目撃情報出てるんですけど、毎回タイミングが合わなくて、まだ撮影っていうかね、この目でね見たことはありません。この4両編成の車両が到着です。これね、で、この電光掲示板ね、さっきちょっとちらっと見たんですけど、これね、臨時列車の場合臨時って表示出てるんですよ。ちなみにこっちが定期列車なんですけど、こっちって、ね、特に何もないでしょ、この左上 の自発って書かれた場所ね、特に何にもないんですけど、こっちはね、まあ、先発なんですけど、ほら文字が変わってるんですよ、臨時っていう表示、これあんまりないんじゃない。10時38分ですね、もう間もなくの出発、せっかくだから、じゃあ江東台公園ぐらいまでちょっと各駅途中下車しながらちょっと移動していきますかね。じゃあそんなわけで乗っていきましょう。もう乗車して大体2分ぐらいでもう最初の、いや、おお、反対乗り車行ったわ、すげえな、まるでなんか平日の通勤ラッシュかのような本数だな。でも今日はね土日なんですよ。最初の駅は八乙女です。いや、あっという間に着きましたね。なんかまるでサイコロ乗車機やってるんじゃないかと思ってしまうぐらいのねついさっき乗ったのにもう到着してしまいました、八乙女です。で、ちょっとさっきね、ちょっとあのちらっと確認しましたが、福島は三叉踊り、盛岡が三叉踊りで、福島がわらび踊りとか、なんかそんな感じのお祭りだそうです。はい、で今出発していきましたが、ね、今10時40分の出発だったんです。ほら、もう次5分後ですよ。まるでなんか首都圏にいるんじゃないかと思ってしまうぐらいの、ほんと高頻度で来ます。泉中央方面もう来るんだな、早いな。やっぱね、結構分散されてるんですかね。ね、だからこれ普通のなんか通勤通学の方とか、今日こそ多分中層帯とかのちょうどねそのタイミングなんですけど、その時一つね、中層帯とかでね、こうやって地下鉄使う人にとっては、あれみたいな、なんで今日こんな地下鉄走ってんのみたいな感じに思う方も多いと思います。で、これ今出発したんですけどね、もうちょっとで、ね、来ますので、次は黒松を目指しましょう。
いやすごいな、もう各駅で地下鉄とすれ違うんですけど、ね、現在の時刻は10時47分です。でこの駅を過ぎましたらもうここから先はトンネル区間に入ります。なんでね、この泉中央から倉松までに関しては地上駅です。でまあはい、この先ねトンネル区間になっているんですけども、まあ仙台市地下鉄ですからね、まあほとんどがトンネル区間になるんですけど、次ね大体終点富澤の手前ぐらいまであともうずっと地下区間になりますので、地上で写真をね撮りたい際はまあ倉松より北側で撮ることをお勧めいたします。まあ、現在ちょっと確認しますか。はい、今ね仙台市地下鉄でこの泉町駅から運転とか移動してまいりました。この近くにはね、はい、サッカースタジアムがあります。ここが確かベガルタ仙台のスタジアムです。で八乙女クロマスと移動してまいりました。で次が旭ヶ丘大野原と続きますが、すごいねほらトンネルから来るこの風よ、風寒いな。さあこの線路にね少しずつ光が見えまして、列車が来ました。また来ましたよ。やっぱトンネルの中走りますからね、やっぱ風がトンネルの中からね、空気がなんか何ですか、まあ、ちょっとなんか押されてる感じがしますけど、ではあこれは52って書いてある、50番台ってことはこれ多分臨時っていうことなんだな。では次は旭ヶ丘に行きましょう。あやばさあ到着しましたのが次の4つ目の駅旭ヶ丘です。もしかしたらね、あこのタイミングですか、ちょうどこの旭ヶ丘から次の大野原の間が伏線トンネルになりますんでね、もうちょっと早く出発してたらトンネル内ですれ違う様子撮れるんですけど、これは臨時列車だな。結構ガラガラなんのかな、これどうなんですかね。まあ江東台公園とかね、北四番町ぐらいまで行ったらもっと混んでんのかもしれないけど、では次は大野原に行きましょう。ちょうど泉中央から数えて5つ目の駅まで、ね、やってきました。次は北仙台です。はい、でこの仙台市地下鉄なんですけども、まあ、土曜日曜には休日券ですか、この、まあ、簡単に言ったら1日乗車券と言われるものを発売されておりまして、まあ、地下鉄ね結構値段としてはちょっと高めな印象があります。で今回乗車してきました泉中央から一つお隣の八乙女までですら210円かかり、で今いるこの大野原、そして一つお隣の北仙台までは260円、仙台までは310円かかります。これは臨時列車だな。で、まあ、仙台からね、まあ、富澤にしろ仙台から泉中央にしろ、まあ、それぞれ往復するだけで多分大体往復620円かかりますので、1日乗車券の値段が確か620円なんですよ。なんで例えばね、まあ、泉中央から富澤をね、まあ、往復したりとか、そこから東西線に乗るってことを考えると、まあ、1日乗車券を使った方がお得であると思います。さあ列車出発しました。次は旭ヶ丘です。全然乗ってませんね。
北仙台からも結構乗ってこられますけど、今回は高都大越えぐらいまでにしようかな。北仙台の駅とかはね、しょっちゅう来るんですけどね、あの仙山線と接続してますんで非常に便利です。ちょっと時間あるから一周目上がってみますか。で、まあ、東西線がこんな感じの車両で、これが2000系なんですけど、隣がね、今年の秋デビューする予定の3000系ね。まだね、この目で生で見たことないからな、今度探しに行ってみますかね。で、こちらですね、はい、多彩な東北が熱い絆で一つになる東北絆祭り2024ね、この6月の8日から6月の9日、2日間で仙台市内で開催されていると。パレードが行われるんだな、今日。あ、もう列車来るんだな。だってあっという間に来るの。いや、外にいた時はめっちゃね、暑かったんですけどね、やっぱちょっと地下にいるとやっぱちょっと寒くなってきましたね。この列車は臨時列車ですね。11時11分の泉中央行きです。仙台市地下鉄にね、こうやってね、臨時列車のね、設定があるっていうのもなかなかないので、ちょっと新鮮な感じはします。今度は定期列車です。じゃあ次は北四番町を目指しましょう。お、また来た。これは定期列車だね。すげえな。もうなんか平、ほんと平日のラッシュ見てるみたいだけど、全然乗ってません。まあ、ですが仙台方面に向けてはやっぱね、多くの方が乗車されています。次は高都大公園です。ここまで来ると高都大公園なんてもうすぐあっという間なんですけどね。まだ見えますからね。で、ほら、今ちょっとね、左にカーブして少し下り坂になっているんですけど、そう、あれをね、ちょっと下り坂下がってったらもうすぐ高都大公園です。このね、はい、泉中央駅を出発しまして、大体もう50分ぐらいかな、あ、違う、40分ぐらい経つのかな。今11時18分になりますけど、普通だったらね、この泉町からなっても大体15分ぐらいで仙台まで到着しますし、なんなら高都大公園まで大体10分ぐらいで到着できるんですけどね、もう、まあ、それはね、各駅に乗って降りて乗ってね、降りてを繰り返してるんで、まあ、いつもの倍以上時間かかってますけど、ね、東西線も南北線も基本10分に1本の、はい、10分に1本、あ、合ってますね、はい。地下鉄って大体端の方が混んでてね、真ん中の方が空いてる印象なんですけどね、この号車は大丈夫そうだね。さあ、着きました。高都大公園でございます。高都大公園の駅は仙台市地下鉄の中でも、まあ、やっぱ特に乗降客数が多いということで、ホームは少しね、広めに作られています。ただ仙台駅と高都大公園が多分特に広くて、その他の駅はまあなんかもうザ普通な感じのホームの広さ、そして照明とかもね、なんかちょっと作りが何ですか、少し豪華だなーっていう感じがね、感じ取れると思います。さあ、列車は次は広瀬通りです。で、このね、1個お隣が北四番町だったんですけども、まあ、さっきね、ちょっと喋ったんですが、ちょっと見にくいかもしれませんがね、一応この先ちょっとね、カーブしてるの分かります。で、少しね、なんか下り坂っぽくなってて、これね、ずーっと登っていくともう次はすぐ北四番町ですね。やっぱり広いですよね。まあ、最後せっかくなんで、じゃあちょっとだけ、ね、外の様子ちらっと見て、ちょっと早めに お昼ご飯食べようかな。ほら、もう次の列車来ますからね、早いでしょ。高都大公園はね、あと一応改札が北改札と南改札それぞれ2つありますので、他の駅だとあんまないんですよね。多分南北線で改札が2つ以上あるのは仙台駅と高都大公園と、あとあれか、泉中央ぐらいかな。長町も1個しかないんですけどね。
これ目の前が東二番町通りで、こっちがね、常禅寺通りなんですけどね、すんごいわ人が。パレードだから多分ここ通るんでしょ。すごいですね。いや、パレード見たかったんですけどね、ちょっとこの後予定がありますんでね、まあ、見れそうだったら撮影したいなと思いますけど、まあ、今日はそんなわけで仙台市地下鉄の5分間隔の様子を簡単にお届けさせていただきました。ではどうもご視聴ありがとうございます。